時間をどれだけ仕事に使えたかだと思うんですよ。まあ、僕の場合は仕事場の控え室として自分の家を考えてたというか。自分の時間をすべて仕事に使えるっていうことが最初のうちはいいと思うんですね。やっぱ20代30代のうちは何か一つのことに集中した人が勝つ、はい、あまり幅ではなくて縦軸をしっかり何か一個の専門分野にガッといった人の方が勝てますし、まあ、40歳以降になるとそれを元に横幅も広げていくんですが、やっぱ20代30代特に20代のうちは自分の使える、まあ、お金と時間がほとんどなんで、それを全て仕事に費やせるような、または体はそこになくても常に仕事のことを考えているような状況がいいと思うんですね。僕は東京に出てきてまず一番最初に入社してちょっとしてやったことはテレビを捨てたんですね、はい、テレビ僕の時間泥棒だと思ったので捨てました。思い切ってテレビ見るの大好きだったんですけど、はい、ずっと見てると次の朝方近くまでなっちゃったりもしますし、はいはい、あもうこんな時間ってすごくなってしまうので、あただ YouTube はいいと思います。あれは見たいものが見れるのでその頃なかったので、はい、で見てるとぼーっとしちゃってずっと時間だけが過ぎてきますし、あと自分の考えがどんどん平均化されていってしまうというかノイズが入ってくるって言い方で、ね、自分がこう言いたいだけでそういうのがテレビを捨てたり、あとジャンクフードを一切食べない、まあほとんど食べない、カップラーメンですとか菓子パンとかお菓子これを食べない。で20代のうちって何食べても大丈夫だから健康を崩してるって気づかないんですよね。ところが10年後に来るんですよ。自分で栄養バランスを考えてってもなかなか難しい状況でしたので、はい、食べちゃいけないものを食べない、とにかく捨てれるものは捨てる、物がなければ綺麗に見えますしいろんな発想が入ってくると言いますか、まず捨てることが先。汚い環境にいると自分がそれに慣れてしまって汚いことに気づけなくなってしまうんですよ。物がなければより清掃する時間も短く済みますし、何か一品一品が研ぎ澄まされてくるんですよね。今でも物は僕は自宅にほとんど置かないようにしてますね。服も着た服から並べていくと着ない服がどんどんこっち側に溜まってくるわけですよ。で1年着ない服は自動的にもう後輩にあげたりとか捨てたりとかしちゃいます。溜まっていっちゃいますから、もう最初のうちは使えるものは時間しかない、時間をどれだけ仕事に使えたかだと思うんですよ。なので、まあ、僕の場合は仕事場の控え室として自分の家を考えてたと。全パワーを仕事に使えるための控え室、コンディションを整えるための部屋、こういうふうに考えると分かりやすいと思います。